キッス FM からお送りしているアンシーの願いは叶う。12月29日、1月5日はヒプノセラピスト黒田俊幸さんです。よろしくお願いします。こちら先生 の、 あのセラピールームなんですけど、すごくね、あったかい感じするお部屋ですね。ありがとうございます。先生、こちらに、まあ、来られてどのぐらいなんですか？はい、2004年から活動してますので、もう11年ぐらいになりますね。はい、番組の方でも、その私あのヒプノセラピーっていうのがね、何かわからなかったので、先生にね、あのお聞きしたんですけども、ですね、ちょっと番組宣伝の方でも、ヒプノセラピーってどんなものなんですか？はい、まあ、ヒプノセラピーのヒプノっていうのは、はい、総称して催眠という意味なんですね。で、この場合の催眠っていうのは、自分の意識が無意識につながった状態、普段は自分では気づかない、まあ、無意識、いわゆる潜在意識のところにあるものをこう見ていってセラピーをしていく総称だと思っていただいたらいいです。はい、誰でも、まあ、まあ、聞くっていう言い方よくないんじゃないんですけど、誰でもこう、あの、まあ、そのなんか効果ってあるんですか？効果、まあ、誰でもとは限らないですね。一つの条件がありまして、今の自分を何とかしたいっていうそのモチベーションをお持ちでない方はちょっとそこは難しいですね。意識でわざわざ無意識見に行く必要はないので。今ね、メンタルヘルスがこう、はい、必要なこう、ね、うつ病がね、はい、あのこう日本人の方もかかる方多いんですけど、はい、まあ、それを予防するためにも、はい、こう必要なこう先生分野ですよね。そうですね、私もうつの体験からこういうセラピーやカウンセリングの世界に入ってきましたので、予防することがどれだけ大事か、自分の無意識の中にあるその自分で自分を苦しめる考え方とか、まあ、そういった価値観をね、見直して解放していくということがどれだけ大切かということをね、これが自分の心だというふうに参加と、まあ、本当か嘘か分かんないんですけど、自分ということが自ら分けるって感じですね。自ら分けてこれだけ、日常生活の、まあ、自分の判断とか、人生の判断なんかをここでしてるって、実はこっちに結構突き動かされてるエネルギーの量も多いから、でヒプノシセラピーっていうのは、まあ、ヒプノシスっていうのは催眠という意味なんですけど、催眠っていうのはこの大人の意識が無意識とつながった状態です、これを催眠状態って言います。つまりリラックスして自分の本音、よく例えばお風呂入って、遠くの景色見てはーって言った瞬間に、ポロッと涙がこぼれ出しますね、感情が出てきたりしますね、こういう状態を人為的に作り出して、出てきたものに対してセラピーをしていく総称であると、ということは睡眠ではないんで、ここを起きてます。普段と一緒です。普段ずっと一緒で目をつぶってる状態です、だから自分が催眠に入っているという感覚は実はあんまりないんです、あの催眠術を見てたらどうしてもね、操られたりしてるんですけど、本当に自分つながってるから、言いたくないことは言う必要はないわけですね。でこの時焦って、催眠に入ってないと思って、入ろうとすると、テンションが不安って余計入れなくなるんです、これは夜眠れない時に眠ろうとすればするので、余計眠れなくなると思う現象で、これが催眠だと思いながらやっていただいた方がスーッと入っていきます、で過去の体験、じゃあこの自我の膜って自分の本音に気づくのをブロックしている悪いものの方とそうではなくて、子どもの頃の体験とか、自分の抑圧した感情が日常社会生活から込み上げてこないように蓋をしてるんですよ、抑圧してね、それと同時に、例えば外からの刺激が無意識直撃しないようにブロックかけてくれるんです、例えば会社にお勤めの方だったら、まあ、上司に例えば怒られたとしますけど、自我は上司は私を育てようとして叱ってくれてるんだとか、あるいは会社ってみんなそんなふうにさと思うことによって傷つくのをブロックしてくれるんです、でも感情はエネルギーですので、無意識のうちに辛い、悔しい、腹立つ、悲しいっていうネガティブなエネルギーを取る、でこのストレスを発散せずにいると、やがて心が苦しくなって、イライラしたり集中力がなくなったり、これは自律神経系に影響を与えて、まあ、過食、拒食とか、あるいは便秘下痢とか肩こりとか頭痛とか、そういう症状を出してくるわけですね、まあ、体は正直なんで、
無理すれば体が出てきます、うん、でヒプノセラピーでこれをつなげてあげると、うん、感情が出てくると、うん、で感情が出ていても目には見えないですけど、はい、まあ、多くの方は涙が流されます。うーん、ただ上司に怒られてストレス溜める人全くへっちゃらない人って人それぞれです、ね、うんうん、それはどこから来てるかというと、はい、例えばですよ、はい、例えば小さい頃お父さんが非常に怖くて暴れる人だったと、でいわゆるインナーチャイルドと言われる子どもの頃の自分が今ここに浮遊してる人は、実際にそれと同じようなトーンの人に怒られるとか、同じような風の人に怒られると心が解放になるそうです、はい、例えば小さい頃白い犬に追いかけられて怖い思いした人は、大人になってからね、こういう白い犬にちょっと体が緊張したりするという人で、この体験が、うん、過剰反応として出てくる、うん、それを見ていくのが対抗催眠療法、うん、当時の感覚に戻って、うん、その感覚をリリースしていくという、はい、セラピーの総称です、はいはい、こういう年齢対抗療法とかインナーチャイルドセラピーっていうものです、はいはいはい、何かご質問とかありますか。トラウマっていう言葉あるじゃないですか。あれもそうの関係するマイナスの部分ですかね。トラウマイコールマイナスとはちょっとあまり考えたくないですけど、まあ、例えば今の自分の人生とか生活とか、はいはい、あるいは心身に不調を出してるんであれば、はい、その人にとってはそれはネガティブな体験ですね、うんうんうん、でトラウマも定義がいろいろあって、うん、はい、例えば小さい頃ちょっと高いところから落ちてこけて、はい、高所恐怖症になってるっていうのは、はい、トラウマなんですけど、ね、うん、はい、だから場合によっては大きな事件や事故に巻き込まれて、はい、心が傷ついて、うん、長く心身が不調になって、より PTSD の状態になっておられる方もいらっしゃるし、うん、はいはい、それはその人と様々ですね。で実際のセラピーでは事前のカウンセリングで、うん、今の悩みとか問題をお聞きして、うん、まあ、その人に出てる、うん、その心の苦しさとかをこう引き出しにして、うん、まあ、対抗療法をしていくということをやっていきます。ただ扱えないトラウマもあるのも事実です、はい、全てできるわけではないです。それはお話聞きながらですね、はい、そうですね、はい、非常に、はい、今、うん、少し聞かせていただいただけなんですけど、はい、興味あります。人間の心がこんな風に、出来上がってるんだなっていうことを、はい、まあ、これもいろいろ説がある、考え方の一つだ、一つの、はい、心理学にはいろんな考え方がありますので、あ、あるんですね、はい、ヒプノセラピーはこういう考え方をしているということですね、うん、で、まあ、例えば先ほど赤ちゃんの時って直視で何でも刷り込むってね、はい、いろいろお話ししましたけど、はい、赤ちゃんだってね、はい、白紙じゃないですよね。10人いたら10人とももうすでに正確なようなのもありますね。 ありますね、はい、例えばさっき言ったね、猫見たらキャッ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 、猫で撫でる子もいれば、はい、猫見たら人間で泣き出す子もいるし、はい、もうすでに違いますかね、はい、それはどこから来てるかというと、はい、自分の一番の先祖である親の気質を受け継いで生まれてきてます、うん、で、はい、親はまたその親から受け継いでるから、はいはい、結局まあ総称すれば先祖代々の遺伝なのかどうかね、わからないですけど、世の中の何かがあるかもしれないけど、その、うん、生まれた気質があって、はい、そこに自分の人生の幼少期の体験をこうプラスして、うん、だからもし何か恐怖とか、うん、昨日もテレビでやってましたけど、うん、ラットの実験で恐怖とかがあれば、うん、それに似たような体験したらそこだけ強化されるわけ、うん、それがその人のトラウマ、つまり先祖のトラウマに自分のトラウマが足されるわけ。あ、じゃあ自分が体験してなくてもですよね、先祖だったら。自分が体験してなくても、うん、そこに過剰反応が起きる、うん、これをいわゆる、まあ、代理トラウマっていう呼ばれ方をしたりします、うん、反対に、はい、親と全然違ってたりもしますよね、はい、そうですね、反応するものとか親の行動を見て自分はそうならないようにしようというふうに我慢して抑圧されている時は自分の子供が出る場合があるんですね。あ、そうなんですか。こういうセラピーしてるとたまにあるんですけど、うん、自分を癒すことは自分の子孫を癒していくことにもつながるので、うん、ちょっと壮大なんですけど価値のあることだと思います、うん。